パーティションで区切られた空間パーティションは、部屋や空間にてそれらを仕切る、板状の用品、およびそれによって仕切られた部分のこと。本記事では、用品について記述する。支柱と支柱の間に板を接続して用いられ、固定式、折りたたみ式、キャスター式、自立式に分けられる。そのうち、固定式については利用者が出入りするためのドアも、含まれている。大きさによって分ける場合、 利用者が立ち上がっても仕切られた側が見えない。大きさの用品は、ハイパーティション。見える大きさの用品は、ローパーティションとも呼称される。透明品、半透明品、不透明品のいずれを設置するかは、用途や思考によるが、いずれも適度に雑音を遮れるほか、透明品については仕切られた側を見せる。用途、半透明品や不透明品については、 適度に互いの視線を遮る用途として、それぞれ用いられる。また、メッシュ構造の用品は、風や光を適度に通す用途としても用いられる。その他、2020年には、新型コロナウイルスの流行を受け、感染対策として透明品の普及が進んでいる。材質としては、アクリル、アルミニウム、ガラス、木、スチール、布、ポリカーボネートなどが挙げられる。 蒸気の屋内用に準じた固定式の用品のうち、水や湿気による劣化や不衛生化を考慮して強化ガラス性が用いられる。なお、イナックスやリクシルが浴室内で用いる物品を収納するための用品として特許を出願したことがあるが、いずれも拒絶査定を受けている。支柱と支柱の間に多数の細長い板を接続し、 蛇腹のごとく自由に曲げられる用品も存在する。また、板を用いずロープベルトチェーンのいずれかを接続し、未使用時には支柱を重ねて収納できる用品も存在する。その他、板の代わりにプランターを備えて装飾要素を強めた用品、ミラーやホワイトボードを備えた用品も存在する。英語のパーテーションという綴りについては、パーティションと表記するのが正しいが、 今日の日本ではパーテーションやパーテーションと発音、表記されることもあり、むしろパーテーション表記の方が一般的になっている。ただし、国語辞典ではパーテーションを見出し後に採用しているものはほとんどなく、パーテーション表記は雇用が元になった俗用表記と記載されている。パーテーション表記が多数派となっている理由について、毎日新聞公営センターでは イションで終わる単語よりションで終わる単語の方が馴染み深いからではないかと逆引き工事園での言葉の収録数から推測されている。ありがとうございます。